今回は最新週刊ガチャ CL リーグどちらも合わせて超大当たりのスーパーサブ持ち週刊ビニシウスメッシュやってきたのす。プレースタイルがインサイドレシーバーからウィングストライカーに変更されました。サイドワーフもできるしね、あと真ん中の無印シーフも強いと思います。能力値がフライパスのバグ強化85とアシスト型ビニシウスになっております。この能力値はね、もう両投ビニシウス今の環境に超マッチだね。突破もできて、そこからチャンスメイクもできて、アシストもできる、キラーパスも出せる、スーパーサブ持ちね。後半途中から輝くね、よりビニシウスが破壊力満点になる。しかも今回ピンポイントクロス、そしてワンタッチシュートも持ってるんで、よりね得点も決めれて、かつアシストもできるタイプのビニシウス、強いでしょこれは。普通にビニシウスは過去にショータイムで登場しててね、モメンタムドリブル持ちが、いやさすがに習慣どうなんだって思う方いると思うんですけど、絶対強いから現環境超マッチ最新習慣ビニシウスしていきましょう。レディーそれでは行きましょうかね。よーし、絶好調ありがとう。これはもうスーパーサブとかどうこうってよりも絶対スタメンがいいよね。絶好調ビニで行かせていただきます。3バックだけど崩しますよ、がっつりね。いやーなんかいい感じになってきたよこの辺が。さてスタメン、まあ絶好調だからスタメンがいいよね絶対。よしここでいいでしょう。ビニシウス一回誘い出しましょう。誘い出して、あーでも来るな。うーんどうしようかな、このまま行こう、このまま行きます。逆にね、来たー、よいしょー、ナイボールのうちにモメンタム発動で落ち着いていきます。ビニシウスのあそこのためからね、やっぱここですね。パスうまいとね、やっぱちゃんとああいうとこ通せて、そこから得点につなげるんで、まあ、仕掛けのビニシウスっていう形もあるけど、やっぱああいう崩しのビニシウス。さあこのピンポイントクロス、そして自分が拾っていく落ちてくるなー、やっぱ主人公の目の前にボールは。ピンポイントぐらいついたからね、だいぶ際どいところにボール出せるようになってるのは熱いっすよね。さてここあえてのここにアウトパス。現実でもさ、やっぱアウトサイドのパスっていうのがビニシウスで鬼ほどうまいんでね。うらー入っていく、そしてアウトパスありがとう。いいねあのパス絶妙ですよね。てか抜け出しがもうウィングストライカーになったことによりあれできるんで、いい動き出しなんだよな。うまい、いけないか、あーおーいける、ビニシウス来た、エラシコー華麗にドリブルでディフェンダーをかす、逆エラシコからの、今2ゴール1アシストで、そしてワンチャンスメイクかな、完璧、そりゃ MOM だよね、活躍半端なさすぎるでしょ。圧巻はここですね、ディフェンダーが来たんだけど、そこを逆エラシコで華麗にかわしてさ、その右足でそのままシュートするという超絶テクニックを見せる。スタメンビニでね、今週のやっぱ週間ナンバーワンあたりの強さをねさらに見せていく。このあとスーパーサブ起用もいきたいと思います。おうまい、アラウホがいる、なぜかここにアラウホがいる、股抜きやりそう、うわーないわー、やっぱねビニのパス強化強いわ、めっちゃ通るもん。
抜け出してる。いやー、このバグ強化フラパに反応したのはルートフリット。抜け出してる。いやー、このバグ強化フラパに反応したのはルートフリット。いや、チェフ見せるね。さすがキーパーチェフ。えぐい。グラパ、フラパ共に見せてね。フリットへの2つともアシスト。さあ、ということでね、現在50分近くで、前半 2-0 でリードの状態からですね、スーパーサブ週間ビンシュース、最新ビンシュースいきます。お相手さんのメンバーがこんな感じですね。まあ今2点のリードがあるからね、そこのアドバンテージはでかい。このパス、そういうこと、そういうことですね。さあ、ここはアラウフが来るか。イエス、これですね。ナイボー。いやー、もうビニシューズのスーパーサブビニ、ピンポイントクロス、バグ強化フライパス。いや、最高でしょ今の、完璧。それでは現在55分後半、またも行きますか。スーパーサブビニシュース、お相手さんが343ですね。このサイドのスペースをつきながら得点を決める。ダビーニッシュス、ナイディ。さあ、パスのうまさを見せながら行きたい。ベリンガムに出していく。うわー、バックフィネスからのベリンガムへの、もうこのレアルコンビが生み出す最高のシンフォニー。シンフォニーって言いたいだけっていうね。ドリブルも強いんだけど、パスがね、めちゃくちゃやっぱ強い環境でもありますからね。そう考えるとめっちゃ強い、やっぱこのビニシウスの。うわー、うまい、ビニが奏でるパスコンボ。わー、ちょっとインレス的な動き、ありがたい。うわー、で、ほいやー、ここも完璧。ビニシウス祭り、3枚を引きつけてるね。いやー、えぐかったですね。やっぱスーパーサブビニえぐいって。やっぱここですよね、真ん中でビニシウスボール持って時間作りながらのバックフィネスから完璧なタイミングスルーパス。まあ、これ通すのもすごいけど、これ走ってるベリンガンもさすがですよね。これができちゃうのが今のビニシウスよ。はい、ということで今回はビニシウスジュニアル最新週刊メイン仕様でした。ウィングストライカーに変貌を遂げてね、アシスト性能が爆上がりしたビニシウス、これまでのビニシウスで一番アシストできるからね、ぜひ週刊ビニシウス当たった方は使ってみてください。ありがとうございました。さよなら。